はい、これからご飯の準備ですね。今日はなんかいっぱいお惣菜買ってきました。なんとこのニシン、100円だったんですね。3匹100円。それが鶏皮ね、これが来たんで、この人たちをオーブンでつけちゃいましょう。で、あとは汁を作ればいいかなっていう感じになります。で、ニシンですね。これね、なかなかこれもめんどくさい。生のニシンっていうのはあんまり買わないですよね。めんどくさいっていうか、まあなんか汚いっていうか変ですけどね、これがどうしてもやりづらいですよね。それ200円だったら100円になってますから、ニシンってね、本当に辛いのね。まあ下品な魚っていうか、腹に卵がいっぱいあってね、白身と卵があって作りづらい魚だとは思います。どうやって作るのかな、俺もあんまりしたことないんだけど、まずは頭を落とすでしょうね。頭を落として内臓を取って、内臓を取っちゃったら、まずこれ卵か白子が入ってますからね、こいつはね。これこのまま入ったまま焼いちゃうと生になっちゃうからね、取っちゃいましょう。ね、ものすごくこれは変化だけ切っちゃおうか。もうすごく生臭い魚ですからね。これも一緒ね。こちらも取っていって、そして内臓が一緒に取れますんで、内臓でまた、こっちはあれだね、メスですね、卵。が入ってますね。で、こっちはですね、3匹こっちはオスかメスか、このメスですね、卵が。この人たちも食べましょうね。これがあの多彩なタンパク質ですね、まさにね。そしたら中をよく叩いてみましょう。で、まあニシンはね、ボロボロになっちゃうんだよね、どっちにしても。塩、これも塩だね。この人たちはどうやって焼こうかな。まあ大丈夫でしょう。大量に直接乗せるのはかなり万能なんだけど、こういう水っぽい魚は正直なところ裏の側の方に水が溜まっちゃうんでダメですよね。で、これなるべく返したくないんで、これでいいかな。
卵をね、乗せてあげて、精子も乗せてあげましょう。白子ですね、精子なんていうとちょっと変だ。白子もね、こうやって焼いてあげよう。なんかしら、これも焼けなそうだな。ね、こんな感じで、こんな感じで焼いてしまいましょうかね。もう一個はこっち、鶏皮ですね。鶏皮の方は、この間は小麦粉で失敗しましたので、今日は片栗粉で攻めてみましょうかね。鶏皮ってお店によって違うんですよね。今日行ったお店はちょっと全然違うお店、スーパーでも別なスーパーなんで、この身の残り方が違うんですよね、みんな微妙に。あ、これはいいかな、悪いかな。今日はビール飲もうかなと思うんで、ちょっとつまみにちょうどいいですよね。どうだろうね。塩を振ってあげて。ちょっと水出しっぱにしてた。で、片栗粉が入りますね、ここね。よいしょ。で、片栗粉をまぶして、オーブンの、これは下段、こっちは下段にしましょうね、オーブンね。よいしょ。やっと、これは下段と、これは上段と。ね。それで今日の、これ上段ね。今日のご飯がこれでスタートでございます。で、そのまま汁を作ることにしましょう。汁は今日は、お湯を沸かしてる間に、どう何が来るかというと、まずはしゃぶしゃぶ肉ですね。これがこのぐらい、今まだ大丈夫、入れちゃい。これは手羽元ですね。うん、これも匂い大丈夫。まあ、沸騰してる中に放り込んで揚げて取っちゃうという形になります。大根に人参と形に入っててもらいましょう。大根の椎茸、大根の食になると思います。まあ、キノコは一番最初に茹で始めますから、ちょっとで、人参はちょっと後でも構わないでしょうね。大根の方が早いですね。大根は薄切りの、大根は薄切りの
非常に切ってやりましょうね。そして方がいいですね、一応はね。よいしょよいしょ、こんなでいいか。薄めだからこのくらいにしちゃいましょうかね。ね、大根がそろそろ美味しいですよね。大根はとにかく何よりも最初に煮始めますから、椎茸大根ね、この人たちが最初に放り込まれます。よいしょ。これがガタガタ煮えていく間に、このまんま煮えてちょうだいよと。大根に椎茸を盛り出して、この料理は、おいしい野菜が入りますから、白菜ですね。白菜をこのぐらい切っちゃいましょうか。と、小松菜ですね。これ今スーパーで特売、これ100円でしたから半額までいかないね、十分安い。で、こういうのはもうすぐ使っちゃわないとアウトなんで、半分使いましょうね。また残り半分は後で使いましょう。で、よいしょ。これ緑の葉っぱは一番最初にご飯と入れてやるんで、こういう人たちは水でよからってね、砂利が時々ついてるね。田舎の本当すぐそこで作られてたような場所だから、砂っぽいんですよね。これはなんか嫌だけど嬉しい変なもんだ。で、葉っぱの方は入れてやって、これの茎の方は煮ます。空気がいっぱい入ってるんで、それと人参と一緒に煮ちゃいましょう。色がね、艶やかになっていいですよね。美味しいですからね。彩りが艶やかなのは美味しいので、で、これが沸騰した頃、鶏の手羽元の方を入れてね、見えたところで揚げてみんな切りにしますね。刺身は昨日のがあって、そんな感じかな。大体まあこのぐらいになると何をどういうふうに配膳するかって考えてますよね。で、もうほとんど終わったと一緒かな。今日はちょっと面白いもんがあるんで、焼いたりもいいかもしれないけどね。これどんなかなって見てみましょう。まだまだですね、今オーブンの中があったかくなってきてるところなんで、ほら、まだ全然温まってきてますね。
鴨下でいいね、白子はね。こちらの方々もまだまだですね。片栗粉も売ってあるんで、あんま縮まないで行ってくれるかなって気はしますけどね。でこっちを見るとごとごとと見えてきてますね。僕は大体沸騰してる中にしか肉は入れないようにしてるんで、ね、こうやって入れちゃいます。お酢を揚げて切ったものですね。あとはこれに、何よりも大根がね、もう刺して入るぐらい、もうちょっとこう柔らかくね、スッと入るぐらいになったらもう OK ですよね。手間は早めに切っちゃった方がいいので、こんなもんでいいかな。ここをこう切ってもいいんだろうね。やってみようか。手羽元はまだよくどう切っていいのかわかんないんだよね。これがいいかもしれないな。これがいいわ。こうやると髄までお湯が入るし、うん、うまそうだ。おう、うまそうだ。これでそのまま外れますからね。これもそうだし、ここで切ればいいんだな。そうしましょう。うん、おう、いい感じ、いい感じ。じゃあこれをこっちに戻して中火ですね。いい感じです。もう一つ今日は面白いものですね。これ100円、これね、地元の農協に行くとこういうのが売ってるわけですよね。ね、見てください、これ規格外の品物をこうやって売ってんだよね。これ嬉しいですよね。これほら、みんなアスパラガスの芽の方ですよ。こんな風にね、これは絶対美味しいよね。ほら、これもそうでしょ。アスパラガスと牛肉で、あ、牛肉ね、
固定にしてあげましょうか。エリンギがいいかな、ね、このエリンギを使っちゃいましょう。エリンギだって、あれこれよく間違えるんだけど、水でちゃんと洗っておけば美味しくなるんじゃないの、ね、この人たちの豚のバランスをちゃんと使うようになるな、ね、このぐらいで良いかなという感じになりますね。これで大体50円だからね、びっくりだね。ではこの人たちをやっつけることにしましょう。こちらでね、汁が汁で見てますから味を見ないとね。入れたところにこの豚のしゃぶしゃぶ肉を放り込んでみましょうね。ご存知の通りしゃぶしゃぶというのは沸騰した肉に入れてしゃぶしゃぶで食べちゃうので、肉に入れてしゃぶしゃぶになった瞬間が終わりですね。あんまりいっぱい見るとこれ硬くなるから、鶏肉が硬いのが一番年寄りダメなんでね、それを注意しましょうね。でよしよしっていうことで、ね、沸騰したよーんってところがね、ここまだちょっと上がるね。まあ余熱で煮えるのが一番いいですよね。大根もすごくいい感じ。そしたらここにこのさっきの青いやつだね、青い人たち、青い人たちを火を止めてから放り込みます。教科書にはこんなこと載ってないけどね。はい、 OK。 でこっち側でね、今もう肉こうなってますからそこに入れましょう。まずこれを焼き目をつけるって言ってから焼き目がついていきますね。
で野菜が入って。野菜がソテーになってもらわないと困りますよね。味が入っていかないと。で、肉を上に乗せてあげましょう。このお肉が野菜に入っていきますよね。これがいいんだね。半生です、ここら辺はね。でも問題ございません。これは非常に美味しくなりますね。これが入ってますね。で、やってる間にこっちを見るとほら、どうだ。まず上ね。おー、うまそうだね。もういいぐらいだね。これね、魚焼きってこれ、ね、めんどくせんだ、洗うのがボロボロになっちゃうし、オーブンだとね、そこは便利ね。で、これで白子に卵で、下は皮。ほら、出てきてる、出てきてる。油に水が出てきてますね。で、こっち側を見ましょう。野菜がソテーになって蒸したりして上がってきてるのはよくわかりますね。こうやってね、水はちょっと飛ばしてやった方がいいよね。おお、うまそげだ、うまそげだ。水が出てきてますね。中火にしていきましょう。豚しようとしたら大体僕は白ワインにします。豚臭さはね、白ワインでちょっと飛んでくれるんですよね。ただまあこれは好き嫌いが随分あるんでね、こう水がもうだんなくなりますよね。水分がね、取りましたね。ところで黒ワインをエンジンに入れてあげる。で、飛ばないといけないですから、ワインをね、こうやってぐる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 っと回ってあげましょう。ちょっと小さかったな、量かった、大きかったな、ちょっとね、大きいですけど、こんな感じでね。どうだ、うん、うまっ。アスパラの香りが残ってますね。で、こっちは行きましょう。おお、ジュージュー、魚がもういっちょるぞ、ほら。おお、いいね。この人たちも十分美味しそう。いいですね。じゃあこれは出しちゃいましょうか。よいしょ、出ました。こっちの方が今一生懸命鶏が
行ってるんで、醤油まぶして、で上段に入れちゃいます。でこちらはね、このボロボロになるのが辛いよね、ミシンっていうのは。包丁入れすぎちゃったな。もう一切れ包丁少なくてよかったですよね。まあ勘弁な。ね、これ調わり。もう一丁ね。はい、二丁あり。で100円だからね、嬉しいこった。うん、うわ、しょけ、ちょっと、まあ勘弁。うん、うまい。そしたらしらくだね。で、こっちね、鶏からはじわじわと焼けております。これなんか油で揚がる感じになりますから、これ唐揚げ素揚げによく似た感じ。もうちょいいけないね。で、その間にビスイッツのこの掃除センターって感じですよね。これやっぱり焼き網よりも楽ですよね。最近の焼き網のことは分かんないけど、僕はカイザーをよく使うのは、洗うのが楽だと言ってたんですよね。で、耐性のものは2回洗わないとよろしくないんで、もうなんかもう1回洗った後でもう1回洗ってありますね。で、これも1回洗ってるからもう1回洗ってる。で、こいつらも胴洗いと本洗いですよね。基本的に洗うのでね。はい、ここまで上がったらこっち。それで、お肉をもしまったね。忘れておりました。
よいしょ。で、こちらに出来上がったのを、で、これで皮を染み残して、おっと、もういいね、これね。ほら、おう、うまそう。オッケーってことで火を止めていって、この辺のやつはもう嫌で払ってあるだけのうちでしょ。で、ここに根気を巻いて、今日のボールは100円の生にし100円だぜ、100円。これビールとかやって言うね。ちなみに今日はちょっと17日かぶりにビールを飲もうかというふうに思っております。どうすかな、やっぱ飲めるかな、考えちゃいますけどね。悩んでアルコール中毒って、ね、まあ僕はおそらくアル中だと言っていいと思うんですよね。どうしてもやめられないからね。でも十何日、本当に久しぶりにやめましたけど、アディクション法セロトメディションって自己治療としての中毒っていうね概念があって、僕はそれ大好き。つまり現実と向き合って大変だ大変だってなってる時、死ぬよりもアルチの方がいいじゃないのって、そう考えましょうよってことですよね。30年ぐらい前に出たあの精神病の仮説になりますけど、いまだに否定されることがなく考えられてて、やっぱり中毒やめられないのは自分の責任っていうのが多くの論者の考え方なんだけど、それはラッキーだよね。うまくいってばっかりいて人生何も問題ないって方はね、そんなわけがないんだからさ、しょうがないじゃん。はい、これで今日の晩ご飯は、それにここら辺にいっぱいなんかお惣菜買ったんで、これで食べちゃうことにします。ちょうど5時ですね。はい、じゃあどうも、これから配膳をして、ごじゃんごには楽しく、もう用意してありますね、これ飲み物とかね、なんかね、あそこにはいつもウイスキーがスタンバイしております。はい、じゃあこれから楽しい夕食食べて寝ちゃいます。